ティリス・ゼムール州の三県フデリックの鉄道路線図。ティリス・ゼムール州は、モーリタニア最北の州。州とはズエラット。南を、アドラル州、北及び北西を、西サハラ、北東をアルジェリア、東を、マリ共和国に囲まれる。252,900キロ平方メートルという、広大な面積を誇る。このティリス・ゼムール州は、モーリタニアで一番大きい州である。 国の面積順リストでも79位という高成績であり、これはエクアドル共和国の次にあたり、ギニア共和国よりも大きいことになる。しかし、州のほとんどがサハラ砂漠などの砂漠となっており、人口はモーリタニアの中では最下位にある。また、これに関連して人口密度もモーリタニアの中では最も低い。州全域が砂漠であるが、 州内のフデリックの鉄鉱石は、モーリタニア経済の柱となっている。ダイヤモンドウランが取れる。港湾施設のあるヌアディブから、ズエラット・フデリック鉱山まで、モーリタニア鉄道が敷かれている。ティリソゼムール州は、3県に分かれている。ズエラット県州と、ズエラット・ビル・モグリン県、FR、バーマグロン・フデリック県、フデリック。ありがとうございます。